バレンタインのチョコレートですか。なるほど。私のようにくたびれた男に贈り物とはありがたいことです。返礼として何か差し上げねばなりませんね。フランスに戻れば金銀宝石を山ほど差し上げるのですが。そうです、あれがありました。少々お待ちを。ありました。ではこちらを。こちらジャンヌファンクラブの開放誌です。はい、ノーマル聖女、白聖女、黒聖女、小聖女、JK 聖女、さらに一度だけ目撃された黄色バージョンまで網羅した完全版。ジャンヌ・ダルクという少女がどういう人生を送り、どういう足跡をたどったか、好きな食べ物は何で、嫌いな食べ物は何で、一日のスケジュールはどんな感じで動いているのかを完全把握した、まさに珠玉とも呼べる本であり、黒ひげ殿曰く、これマジで薄い本案件じゃないのというよくわからない評価を受けましたが、それはともかく渾身の力が入ったものであり、巻末にはテスラ殿との協力によってあのヒロイン X 殿とのインタビューに成功しております。なお関東グラビアはアンドのマタハリ殿の協力により去年は海に行けなかったですね。水着は確保しているのですがと落胆していたジャンヌを見るに見かねて無理やり水着を着せて撮影した奇跡的なものであり、小聖女殿曰く、大人になったら私もこれになるんですか、なるんですよね、イエスとお褒めいただいた一品でございます。あいだだだだだ、首がもげる。ええ、もぎますから。おジャンヌ、黙っていたことはお許しください。あなたが他のサーヴァントと積極的に交流を持つのは大変喜ばしいことですが、ちょっと皆さんまとめてお説教のお時間です。面目なーい。Thank you.